木田原駅は、和歌山県東室郡串本町田原にある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。この駅は1936年12月、国鉄規制中線の下里駅から串本駅までの開通とともに開業したが、その約4年後の1940年には、高住駅から串本駅、新宮駅から紀伊駅本駅の開業により、紀伊駅本駅から、 和歌山駅までが規制再選とされたため国鉄規制再選の駅となった。その後当たり駅は1959年今の規制本線が全通し、亀山駅と和歌山駅の間が規制本線となったのを受け国鉄規制本線の駅となり、さらに国鉄分割民営化を経て現在に至っている。単式ホーム、島式ホーム混合の二面3線を持ち、 短式ホームに接して駅舎のある地上駅である。ホーム間の連絡は古戦橋による。新宮駅管理の無人駅。開業当時からの駅舎が窓が塞がれながらも使用されている。トイレは改札外にある。駅舎内には駅ノートが設置されている。2021年3月13日より愛国家が利用可能になる。券売機は設置されていない。 一番乗り場が下り本線、二番乗り場が上り本線、三番乗り場が上下副本線である。三番乗り場は上下線走方向の入線、発車が可能。ごく一時期、朝の通勤、通学時間帯に、新宮から送り込み回送され、当駅始発の新宮行き普通が運転されていた。事故やトラブル、大雨、落雷などによる、 ダイヤミれの場合は3番乗り場で列車の折り返しが行われることがある。近くには田原海水浴場と国民宿舎、荒船があり、過去には急行、木の国が海水浴客の便宜を図って、下記に臨時停車していた時期があった。過去には駅舎正面向かって左手に小型貨車2両程度の貨物ホームがあり、さらに3番線の西側にも、 貨車留置用の側線があった。貨物ホーム跡の上には、現在信号機器室が設置されているが、ホームはそのまま残されており、現役当時を忍ばせている。また、ホーム跡に敷かれていた線路は、補線用車両の留置用として使用されていたことも、あったが、近年になって三番線西側の側線に敷かれていた、線路と共に廃止された。三番線西側の側線跡には、 コンクリート製の車止めが現在でも残っている。この周辺では、熊野灘のギリギリまでに山が迫るという地形が広がっているがこの駅のある田原集落は田原川がその山を削った田原川川口のわずかばかりの平地に開けている。田原集落は古くからの漁港の集落であり、この駅は田原集落の西の端、あと少しで山という場所に位置していて、 海までは少しだが離れている。田原の集落には、郵便局、小学校などがある。なおこの辺りのこの辺りの海岸では、陶器の早朝に、田原の海無と呼ばれる現象が発生する。それは放射冷却により、田原川上流に溜まった霧が川を降りながらその量を、増していき暖かい海に出たところで濃くなって氷出することによって生まれるもので海面に霧が張って、 海が白く見えるのである。駅周辺の集落は、軽自動車一台程度しか通れないような狭い路地に、古びた民家が密集している。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、ありがとうございます。